高山建築学校とは、1972年7月20日開校の夏季開校の建築学の学校である。岐阜県東市の数賀峠の高地にて、毎年8月に完全合宿制のセミナーの開催を、活動の中心としている。講師、倉田康夫の作品講師の倉田康夫は、建築家。セルフビルドによる、建築哲学の建築家への普及を提唱し、 法政大学で教弁をとっていた1968年に東京都小金井市にセミナーハウスのピンクハウスを設立した。この施設が高山建築学校へとつながることとなる。開校当初から建築学のみならず、より深く広く建築哲学を学ぶ観点から思想し屋の池松慶造ら多彩な講師が参加していた。また後年では哲学者の木田元、 言語学者の丸山圭三郎が講師に加わるなどユニークな活動を毎回催した。主として対象は建築学を専攻する学生であったが、後実の岡慶介のように大学に所属しないある意味異色な参加者が容認されるばかりか、活動の中心を担うようになるのを見てもわかる通り、自由な雰囲気が重視された。また、セルフビルドを学ぶ場であるので、講義だけではなく、 参加者が実際にコンクリートなどの資材を用いて作品を完成させるのが一つの目的とされた。同様に座学にとどまらない登山やスポーツといった活動も開校中に行うのが通例であった。本部講習倉田康夫の構想では現在の高山建築学校よりも大規模な施設が想定され、その候補地が日本全国に求められた。 1970年代の前半に探索されたエリアには、秋田県の野城市、二津市町、藤里町、長野県の稲市、岐阜県の上岡町、上宝村などがある。現、高山建築学校の高地も、本拠地として想定されたものではなく、当時の古川町ぜ畑地区に、本格的な1万3000平方メートルの用地を取得した際の、全身基地。 研究基地として購入されたものである。1972年から1997年まで、すなわち公主の倉田康夫の健在の間は、約1ヶ月間の開校期間で各種の講座や活動が継続された。転機となったのは、1998年のことで、病床にあった倉田の病状悪化を契機に、従来の活動を断念して、 10日間の開校期間へと活動の縮小を余儀なくされる。そして、2000年7月14日に、倉田康夫が亡くなると、倉田の私有地として取得された高地での建築学校の活動継続が危惧される事態となった。2001年以後、建築学校の活動は、講守代理についた吉江昭蔵を中心に、出身者である岡圭介らが中心となって継続されている。 参加者の作品、ありがとうございます。